はい、もう一郎です。で、今日は何の車？今日は渋滞情報、勅使河原さん。前の車ついていかないから。伊豆ついていかねえよ。前の車のナンバーが伊豆だからって行きません。これ今どこ走ってます？これ歌舞伎町に向かってます。歌舞伎町で何しに行くのよ、これ歌舞伎町に。いや、あの方面的に歌舞伎町行ってんの、これ。右側に千葉に向かうんじゃないの、まず。向かってます。だアクアラインで行って、アクアラインで帰ってくるってことね、じゃあ。そうだね、時間的にね。勝浦まで行くんでしょ？勝浦好きだね。だって、やっぱ海見に行かないとさ。ああ。ノコギリ山でも行くじゃん。あ、それそれ、ノコギリ山のロープウェイ乗りたいのよ。マジで。絶景のとこ？うん。なんかあのでさ、なんかレトロなゲーセンあんじゃん。藤本わかる？知らないよ。でも間に合うかな？あれ4時ぐらいまでなんだよ。いや、間に合わないでしょ。これは？何？これ。なんでこの建物。だから新国立だって。ああ、もう出来上がってんの、ほぼ。側は外側できてきてる。あ、マジっすか。府中競馬場までお願いします。競馬場行かないだろ。箱崎9キロ、銀座10キロ、羽田22キロ。はい、じゃあ高速。亭主、ここどこだっけ。ここは神宮外苑。そうっすね。うん、安全運転で。安全運転で。じゃあお願い。すり抜けでお願いします。すり抜けはないだろ。はい、じゃあ私今、海ほたるの渋滞ようやく抜けて、抜けましたね。はい、木更津東、今あの木更津の道の駅に向かってますんで。はい、木更津東出口降ります。うまくたの里 0.1 キロ、来ました。来ました。藤本さん、久しぶりの道の駅来ましたよ。結構賑わってますよ。うん。寒いな。はい、ここ、うまくたの里、木更津の道の駅です。はい。じゃあ行ってみましょうか。クレイジーピーナッツを取るんですよ。あ、これ。うん。じゃあこれいくよ。うん。これがいい。クレイジーピーナッツ。じゃあこれいくよ、これ。はいはい。いいっすね、いいっすね。あ、先生もうおっしゃったんじゃない？これ間違えて上に行くとか。じゃあそれしかない。それしかない。まさか間違えるっていう。絶対無理そう。まだ諦め。あ。ちょっと俺後で最後靴下がやるわ。ああ、もう残念。俺これ取るんだと思ってたもんね。んこのあピーナッツ。いや、だから経費、オブジェで経費でございませんって書いてあるから。木更津うまくたの里の、道の駅で買ったもの。あと食べる？鳩サブレ。鳩サブレ食べる？鳩サブレ。鳩サブレ。いやいやいや。バキバキの鳩。ちょっと待ってください。何これ？何これ？鳩サブレ。会社の事務所にあった。関係ねえじゃん、千葉。何やねん。テシが買ってくれた。これ何？これ。あの、おから、何？もちもち、お豆腐、焼きドーナツ。水分持っとかれるやつ。うん、これは。ピーナッツの、なんか詰め放題。そっちの方が得なの？あ、そう。いや、これね、いろんな種類入れたんで、ちょっとこれ食ってみましょうよ。じゃあこのショコラ。うん。はい。一ついただきます。うん。ストロベリーある？ストロベリーね、下。あ、イチゴ好きなん？いや、だって、千葉っつったらイチゴじゃん。うまいね。それショコラ味です。このブルーベリーが食べたいな。なんだよ、みんな。ブルーベリーは下だよ。これブルーベリーでしょ？うん、あの、下です。あの、この、ここです。それ抹茶。抹茶です。これ何？カレーはない。なんだカレーって。マヨネーズ。これごま、ごま。ない。マヨネーズない。たこ焼きマヨネーズ。あ、チーズ、チーズ。チーズある。チーズ。うん、ワインある？ない。ねえのばっかで。これ、はい、500円。はい。あの、黄色い袋だと1個いくらだ？あれ、400円。そうだね。うん。そんぐらい。そう。お姉さん曰く一番人気はショコラだそうです。あー。うん。で、スタッフの人気は、レモン。あのレモン。うん。レモンがあんの。下なんだろ、また。下。なんで下なんだよ。うん。一番下はちなみにコーヒーね。コーヒー？コーヒーもある、コーヒーもある。あ、いいじゃん、この焼きドーナツ。なんか、あれだね、なんかうまそう。うん。あれ、
なんだっけ、この生地。鈴の、鈴のあれなんだよ。鈴カステラ？うん、そうそうそう。あ、ベビーカステラだよ。うん、これベビーカステラ。あ、うまい。うん。暴走サイダー、ビア風味。うん。はい、じゃあこれ、飲んでみて。うん。はい。俺はこれだよ。うん。で、テッシーは。なんで炭酸なんだ。うまい。美味しいね。うまいね。うまい、うまい。で、テッシーは、これ、あの、暴走の美味しい水。どこでもありそうだけどね。いや、じゃあ、これ、すごいよ。暴走の海から作られたにがり入り。苦そう。これ、ビアサイダーいただきます。はい。ちょっと、ビアが有名みたいなんですよ。うん。本当に。あ、ビタン酸ですね。え、どういうこと？ビタン酸。うまいってこと？うん。ビワだね。にがり入ってます。ん？すげえ、今日一番険しい。ちょっと俺買ってみました、この、千葉のローカルエナジー。うわ。これなんかうまそうじゃない。美味しいって言ったから。また半分来ました。結構濃いことになります。ん？ちょっと、これもビタン酸。ちょっと交換する？うん。はい。じゃあ。あれ？これもね、ビタン酸。モンスターみたいなやつ？あ、似てる似てる。うん。匂いからしてそうだね。ちょっと似てる。うん。エナジードリンク系。ああ。70点。いい？一口。70点。ビワサイダーの方がうまい。ビワサイダーの方がうまい。うん。これ80点ぐらい。あのさ、ある。ちょっと70点。うん、なんか微妙だね。すげえなんか、なんだこの味。確かにね。え、なんでなんでみんな何何何何ちょっと惜しい。そっちうまい。なんで、どういうことどういうことうまいっしょ、これ。なんか、エナジーがたまらない感じがするっすよ。あ、わかった。薄いビアって感じしない、これ。でもこれ、ビアサイダーの方が美味しいよ。テッシーハマってないな。ラスト1個、まあ。はい、ある。はい、これ。レトロソーセージ。これ、わかるでしょ、うん、なんか、クジラ入りって書いてあるから。クジラ、ちょっと待ってください。後ろでイチゴを取ろうとしてる音やめてもらっていいですか、頑張って、頑張って、頑張ってイチゴが上がって。いやいや、食えよ、上の部分。ミンククジラ 15% 入ってます。ただね、販売者はね、山口県です。こっちの方だもん。なんか俺多くないこれ。クジラね。クジラそんな仲良しくないから、うん。え、罰ゲーム？ちょっと待って、俺多くない？俺も少ない。ちょっと。はい。じゃあいただきまーす。匂いは普通だよ。うん。うん？ん？あ、これ焼きたいね。温めた方が美味しいやつや。すっげえクジラだ。そう。あれじゃない？ただの魚肉ソーセージみたいな感じ。いや、俺もそう思った。あれね。ちょっと辛みない？わかんない、もうチョコレートな、この。ちょっと辛みあるよね。ね。うん。ちょっとピリッとしてる。今、16時20分か。まだ、時間はありますので、木更津をちょっと堪能していきたいと思います。だんだん暗くなってきて、4時45分。人も全然歩いてないですね。これ。一応、今回のミッションが、神社でお参りするのと、海鮮を食べる。今のところ今、道の駅しかクリアしてませんから。あ、なんかあるよ、テシ。ここ、ちょっと入ってみよう。マジで？入れっかな。うん？でもさ、空いてるよね。神社って誰か住んでんの？やばい、怖くなってきた俺。なんかね。うお、すげえ。なにここ、これ多分帰る道だね。あら、出てくるんじゃない？じゃ縁がなかったってことだ。縁がなかった。え、これやばい、この道路車するよ、これ、うん、する？危ねえ、ここ。じゃあ、でもさ、ジョアの鐘52どうぞだよ、これ。そうだよ。結局何？ここ寄らないで帰る。寄ったよ、十分。今十分寄ったよ、ね。寄った？全然お祈りも鐘もついてないですけど。全然
祈ってたけど。いや嘘つけ嘘つけ、2人ともだ。誰もいないのやつはなんか建物の入り口で人が座ってこうやって見てたじゃん、うん、ちょっとあれでちょっと引いちゃったんだよ。俺もそう。そう、何駅だここ。イオン駅。いやいや違うだろ。長浦駅。知らない。長浦駅です。あ、でもやようやく人混み増えてきたな。人混みっていうの、ゴミってないけど全然人の気配が出てきたね。いやー嬉しい。そもそも店が、あと、あ、でもあれだな、なんか困ったらあの駅の方だな。困ってねえよ。いや困ったろ。あの神社でだいぶ困っただろ。なんだこのセブンイレブン、初めて行った。この色。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。キャラメルっぽい色。あーすごいね。あれ、なんかこっちにもないね。なんか通過してんじゃないの、突っ切ってんじゃないのこれ。あ、違うか。あ、入り口が2つあるね。入り口2つあるね。何これ、カニ光線だって。え、これ飯屋。行こう行こう行こう。カニ光線って飯屋かな。向こうになんかあるんだよな。いやだってあの観覧車の方に向かってると思ったし、あのアクアラインで見えた観覧車、あれが観覧車パークなんだよ、うん、去年できたばっかりの、うん、木更津観覧車パーク。カニ光線って大体木更津って言ったら恐竜パークだからね。いやだ、今は観覧車なんだよ。ここ、すっげー高そうなんだけど、うん、通過する。そうだね、うん、ちょっと高そうだね。ガチなとこじゃん、うん、ちゃんとしたお店だ、ね、あれ、ちょっと待って、俺らさ、カニ食いに来たんじゃないよね。駐車場これ、そうなんだ。右ここ駐車場じゃん。そうそう、おおいいじゃん。なにこれ、んどこ、浜焼き海鮮。いいね。おお。やったなー。こういうのを、お、いいよ。最初が危ない。危ないよ。こういう端末俺に渡せよ。いやいや。なんでさ、この旅終わり際にこういう展開になるの。お手頃価格なんですよ。あ、そうなんですか。はい、あ、すごいじゃないですか。くら寿司、あそこにだろ、くら寿司。どこどこ。くら寿司だろ、あそこの。あ、あるね。行かねえよ。なんて書いてあるのこれ。生き生き亭。生き生き亭、カツカツ亭。いや、どっちやねん。いや、お手頃価格。あ、ちょっとなんかメニューあんじゃん、これ。じゃあ、入りまーす。海鮮丼どうでした？普通。なんつこと言うの。船盛りの定食、美味しかったですよ。じゃあ、そういうね、次どこ行きますか。もう普通6時です。もう6時なの。6時です。行ったことないでしょ君たち。ここない。結構ね、うん、小さいんだよ。いやいや、でかいでしょ。いや、小さいね。これサイクルショップじゃん、なんか。いや、ここはちょっとね、おしゃれな。おしゃれじゃないとこいいんだね。聞いてます、僕の。え結構ね、うん、ちっちゃいんですよ、ここ。あ、本当ですか。はい、平屋だから。いや、全部平屋なんですけど、ね、アウトレット。何があるんですか。まあ、いろいろ。何があるんだ。三井アウトレットパーク。僕らは何、アウトレットパーク行くのね、うん、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、ということで、渋滞抜け出して海ホタルに来ました。ちょっと海ホタルで、ちょっと休んでいきたいと思います。はいはい、海ほたる。おー、風が寒い。寒い。風みたいになるよね。てかね、風が冷てぇ。いやいやいや、どこ行くの。どこ行くの、どこ行くの。上がってこなきゃいけない。寒いっすよ、寒い。うわー、風。ちょっと、もう帰っていいっすか。これ何やってんの。罰ゲームみたいなのが。本当に誰もいないよ。海ホタル。これ何の鐘。何の鐘ですか。ホタル。ホタル、うるさいな。ホタル。
はい。どれ？あ、これで、これで引っ張る感じ？あー。あれ？おっ。うるさいね。結構うるせえ。あー。はーい。いやあれ UFO かな、どれあれ UFO かな、あれ、うん、あれ UFO 違うんじゃない、あといっぱいあるよ、1,2,3 今日 UFO 超見えてんね、1,2,3,4,5 5個だよ、あれ異様に明るいよ、あれだすごい興奮してますけど、あれめっちゃ光ってる、あれ UFO じゃない、マジっすか、じゃあちょっと追いかけましょうか、追いかけるの寒いな、でも正月じゃあ UFO 見れたっていう、ちょっとほらあっちも UFO 見える、どこどこ、あ、痛い痛い、確かこれあれでしたよね、飛行場近かったですよね、成田これ成田の方、羽田の方じゃない、どっち、うんとね、羽田の方だ、羽田ですね、はい、うん、いやじゃあ帰ろうとはい、ということで海ほたるで海鮮丼食べて、食べてねえよ、アサリマンだよ、ああそうだアサリマンで、なんだっけ、あの道の駅行きましたね、すごい寝ててよく覚えてないんだけど、はい、どの辺だったかよく覚えてないんだけど、はいはい、なんかあそこ良かったね、ね、またちょっとプライベートで行きますよ、あ、本当ですか、はい、あ、まあ道の駅で飲み物結構買って、うん、あとアイスクリームを地元が食べたよね、はい、でストロベリーバニラ、それだけ、何か食い終わってるっていう、はい、俺も食いたかったけど、はい、あと魚肉ソーセージ食ったり、うん、クレイジーピーナッツ、ソルトじゃない。ソルトじゃない。うん。はい、食べましたね。で、あの、その後さ、ほら、浜焼きみたいなところ行ったじゃないですか。ほんとね、高速が、乗るまでが大変でしたね。大、う、変、ん。終わろうとしてる、うん、終わろうとしてる。終わろうとしている。浜焼きで、海鮮丼、テッシーと藤本食って、で、俺がなんか船盛り定食食べて、はい、あそこ行ったじゃん、アウトレットモール。うん、ね。来ましたっけ、うん、三井アウトレットモールでしたっけ、あ、全くウィンドウショッピングに興味のない2人、これは1人で行きたい店だけ入ったっていう、うん、普通に藤本くんの好きな、うん、あの山登り系の服にね、うんうんうん、次は、うん、もちろん、うん、静岡小田原静岡方面ですか、第3弾なんでやねんな、いやいやほら北関東行って、はい、千葉行って北関東行って千葉行って、はい、ここでまさかね、長野とか、まだでも山梨とかあるよ。ああ、山梨、うん。山梨まで行っちゃったらもう小田原、熱海まで行きませんかいやいや、神奈川ね。あ、次いいね。信玄餅食べに行くじゃん。あ、じゃあ信玄餅詰め合わせの方が体験できんじゃん。ほら、知ってる？袋にすっげえ詰めるやつ。そうそうそう、そういうのとか、あとワイナリーのとこ。うん、山梨ね、次は。あ、じゃあそうっすね。そうすると、自然的にみんなで八王子の、はい、うん、藤井邸に泊まるっていう。いや、藤本邸っていうのもあるよ、日野のね。どっちでもいいけど、ね。そうそう、行きましょう。じゃあまた第3弾もね。はい、じゃあ山梨、はい、熱海、小田原方面。はい、エリア広いんだよ。箱根でも、お前の大好きな箱根でも。あ、行きましょう。じゃあまた、お疲れした。それぞれの道一人で